ってきているんで、その重みは一試合一試合重くなってくる。キックフォーム変えるということになります。上田正也主審の笛、2018年、ハードワークしますからね、はい、こういうプレー大事ですよね。交代するのはやはり渡里選手と交代して、フォワード31番ティーラスニ選手ピッチに入ります。はい、今日のここまでの流れを踏まえて、小林さん、このティーラシン期待したい役割としてはいかがですか。和田、そして柴崎、寄っていくティーラシン。ティーラシン、これはオフサイドない、はい、はい、柏からのボール、パトリックがいるが、ちょっと後ろ向きか。ただパトリック立て直す、シュート見た、ゴンダー弾けましたね。佐々木のいいシュート、ただゴンダ今のシーン、まあ、そうですね、ないですね、はい、というところで、はい、広島は柴崎からのボール、さあ奥まだあるか、オフサイズかね。あ、パトリック、これはオフサイズです、これはオフサイズです。今のは確かちょっとこう出てましたかね。そうですね、はい、まあ、ただね、いや狙ってます、うん、さあ一転して今度は高橋芳樹だ。いい飛び出しを見せた、いい安西からのボール、ヘディング、高橋、トスが先制、 J1 初ゴールを高橋、ちょっとねうまく浮きましたよね、はあ、ゴール前入ってくるところですが、折り返してティーラシンの左足でした。トスも集中しましたよね、はい、チャンスになってくるか、ティーラシン戻してシュートいった、シュートでした。この後これでちょっと全員が引きすぎちゃうんですよね、はい、そして空いたところ吉野、うん、はい、1点リード、ティーラシン、またティーラシン、稲垣左足でしたが来てるのかもしれないですけどね。なるほど、だいたいよく言われますね、はい、選手がちょっともうちょっとご覧、まあ、微妙なところです。ボール運んでいきたい、安西も懸命に、そして今試合終了のホイッスル、サガン鳥栖持っていけなかったですよね、はい、確かにそうですね、あの、うん、はい、小林さんからすればいやいや十分高橋雄二も素晴らしかったと。いや素晴らしいですね、本当に、まあ、守備の面でももちろんね、うん、